どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、このギター、フリーダムカスタムギターリサーチのテレキャスタータイプのレビューをしていきたいと思います。本音レビュー。これを買ったのは2014とか1514かな、もう8年前ぐらいなんですけど、8年間使った感想を今から喋っていきたいと思います。このギターは1ピースかな、ボディは。ボディはワンピースかなよくわかんないな、忘れちゃったな。ピックアップはブードゥですね、多分オリジナルじゃなかったと思うんですよね。ブードゥピックアップだったかな。で、中古で17万ぐらいで買いました。友達がね、フリーダムにハマってて、すごい勧められて、で、友達が持ってるテレキャスターとかスタルトキャスターも弾かせてもらって、フリーダムの。いや、めちゃめちゃ良かったんですよ。だから、真似して買ったんですけど、最初ね、試奏した時は、あれって思ったんですよ。でも、あれ、フリーダムめっちゃ良かったもんなと思って、買っちゃえっつって買ったんですよ。で、家帰ってきて弾いてみて、あれってまたなるんですよ。なんか音が出るタイミングっていうのかな、反応っていうのかな、なんかそういうのが全然違うんですよね。で、あれ難しいこのギターって最初思っちゃったんですよ。つまり反応が良すぎるんですよね。作りが丁寧で、細かいところまで手が行き届いてるがゆえに、イメージですよ、イメージですけど、車のアクセルを踏んだらビュンっていく感じ。今まで通りピッキングしてるとなんか出すぎちゃう感じがして、うわ、ちょっとこのギター難しいなって思ったんですよ最初。でもせっかく買ったからこれ弾こうとかって思って、これずっと弾いてたら、まあ、1、2ヶ月すると慣れてくるんですよね。そうすると反応がいいギターに慣れちゃうと、今までのね、悪いわけじゃないんですけどね、今までのギターが物足りなくなっちゃうんですよ。今度はこれに慣れちゃうと、もっと濃いよって思っちゃうんですよねで、その時ライブとかレコーディングとか、あの執筆、教則本とか執筆の仕事とか結構毎日忙しくしてたんで、この反応の良さがその仕事にちょうどいいんですよね。あと作りがやっぱりすごく丁寧なんで、こういう指板、ネックのこう指板とこの面取りっていうのかな、気持ちいいんですよね。こう握ってる時にこう丸みがよく1万円ぐらいのギターこう握った時に、ここがカクカクしてる、このフレットとかじゃなくて、この面がカクカクしてんなっていう感覚になった方いらっしゃいますかね。その感覚の
真逆というか、ここがすごく綺麗に面取りされてるので、なんかこう気持ちいいんですよ、握ってるのが。なんかそれもあってか、すごくねこればっか弾くようになっちゃって、で仕事でもチューニングがこれほんとずれないんですよ。だから、ストレスがないっていうか、非常にね、仕事がスムーズに進んだんですよね。なのでこれまたイメージなんですけど、毎日のね通勤とか営業に行く車が、ね、エンジンが心地よくブーンって鳴るのがこれで、僕の持ってたその頃の他のギターはキル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 ブーンみたいな、ワンテンポ遅いみたいな。で時々チューニングずれたりするから、時々エンストするみたいな。だからそんな感じで、なんかここぞっていう時、よし明日はライブだとか、これからセッション行こうとか、今日はレコーディング何時までにやって納品しようとかっていう時は、このギターを持つようになったんですよね。手に取る機会が多くなったんです。そうするとおのずとね、他のギターが埃をかぶっていくということになって、まあ売却という流れになったんですけど、まあ、ちょっと弾いてみると、あ、これフレットはステンレスフレットです。なのでツルッツルなので、一音半チョーキングとかももう気持ちいいって感じで上がってきます。こういうのもね、この強弱の弱のところがすごく聞こえるっていうか、反応してくれる感じなんですよ。でもこの反応の良さが苦手って人もいました。このギター貸してあげた時に、このギターは難しいねって。だから慣れが必要ってとまでは言わないけど、その普段使ってるギターのまま弾くと素直だから、多く出すぎちゃう感じが、強く出すぎちゃうっていう感じかな。でももう僕これに慣れちゃったんで、もうこれが心地よくてしょうがないですね、この反応の良さが。これ生音でも同じなんですよ。もうパチンってくるんですよ。で話がまた戻ると、これの良さに気づいちゃって、もうテレキャス最高ってなったんですよ。でも多分このヘッドってもう作ってないですよね。オリジナルのフリーダムオリジナルヘッドになってますよね、多分。ペッパーとかはまたちょっと似てるやつになってるのかな。ここがね、ちょっと信頼みたいな形で4種類あるんですよね。ちょっとフルアコ風なのと、セミアコ風なのとか、あれも超気になるんですけどね。まあ、とにかくね、歪ませても気持ちいいですよ、これ。
ちょっとさっき弦変えたばっかだからチューニングはずれやすいですね。でも一回弦が全部伸びきっちゃってしっかりまとまっちゃえば本当チューニングの狂いは少ないです。でこの R がね多分これヴィンテージを意識した R だから結構きつめなのかな。だから最初ね300とかのギブソン系って300くらいかな R に慣れてると結構きついなって思うんですよね。でもね慣れるとねこの R だから弾けるフレーズみたいなのが出てくるんですよね。不思議なんですけど、こう、なんていうのかな。3ノートパーストリング、3音ずつ弾くパターンの時も。こういうのも、まあ、デスポールとか335とかとは、また違った弾き心地というか、弾きやすさがあるんですよね。こう遡って降りてくような R が強いからそのこういうを感じながら弾くのがまたねいいんですよ。弾きやすくてこれはこれでなので非常にまた335とかレスポールとかとはまた違った弾きやすさなんですけど、どうしてもねやっぱブルース系に特化するイメージが僕の中であって、こういう R がきついギターはフェンダー系はこういうブルースロック的な こういうのね。という感じで、非常にねハマるとね抜けられなくなっちゃいましたね。このギターはめっちゃ大好きですね。塗装もラッカーで、ウェザーチェックちょっと見づらいかな。ウェザーチェック超いっぱい出て、なんか見た目的にもかっこよくなってきてるんですけど、そういったところも愛着が湧くというか、やっぱ塗装が薄い分すごいポロ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 こう剥がれるというか、ちょっとぶつけると剥がれるんですよね。でそこがいいというか、歴史が刻まれやすいというか、もうなんかちょっと手放せないギターになっちゃいましたね。であと僕はカントリーもちょっとやったんで、その感覚も気持ち良かったんですよね。このカントリーのノリが、音が出ない、こういうのとかね、感覚的に気持ちいいんですよね。なのでこのギターは今はなくてはならない存在となりました。だからシングルといえばフリーダム、テレキャスタータイプ、ハムといえば335みたいな感じで今は僕は使っております。
ということで、ちょっと長くなりましたけども、このギターについて本音で話してみました。だからパッと手に取って、あ、弾きやすい、いいなっていう風にはいかなかったってことですね。スルメみたいに噛んで噛んで噛み締めていくうちに、じわじわじわっと出てきて、でその味に慣れてしまうというか、その味に魅了されてしまったら、もうそこから抜け出せないギターという印象でした。なので人によってはね、もう持った瞬間に、やった、いいギター、弾きやすいっていう方もいらっしゃると思いますが、僕は徐々に徐々にこのフリーダムのテレキャスタータイプのこう沼にはまっていくというか、もう抜け出せない魅力に、もう魅力に魅了されたというか、やっぱいいなこのギターっていつも思って弾いております。ということで、参考になったらこれ幸いです。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。